国なしりは日本海軍の解剖艦。艦名は運送船、国なしり丸に次いで2代目。軍艦国なしりは日本海軍が1939年3月から1940年10月にかけて建造した解剖艦。建造当初、解剖艦は軍艦として扱われていた。だが1942年7月の類別変更に伴い軍艦席より除籍されて、 解剖艦くなしりに解明及びる異別変更された。解剖艦としては、占い守る型解剖艦の2番艦である。占い守る型1番艦の占い守るが、東南アジア方面で行動したのに対し、残る占い守る型3隻は、アリューシャン列島や千島列島など、主に北東方面海域で行動した。本艦は1943年7月のキスカ島。 撤退作戦に参加。作戦十字中の7月26日、国なしりは、軽巡洋艦阿武熊に衝突。これが原因で、駆逐艦複数隻の多重衝突事故を引き起こした。終戦後は福井に輸送に従事したが、1946年6月に、静岡県を前崎で、座礁、二隻とも放棄された。丸三計画の1200トン型解剖艦。 火傷艦名第10号艦として計画。1939年3月1日、鶴見製鉄造船株式会社鶴見工場で起港。1940年2月23日、日本海軍は建造中の不設艦を、津軽、海防艦2隻を国尻と八条、駆逐艦2隻を嵐と萩,と萩風と命名。5月6日、国尻は浸水。同日清水夫中佐は、 国知里偽装委員長に任命された。5月8日、鶴見製鉄造船株式会社鶴見工場の国知里偽装委員事務所は事務を開始する。10月3日、春工、偽装委員事務所を撤去。清水敏夫中佐は国知里館長となる。主な初代幹部は、法術長、渡辺織隊員、公会長、近藤正次中尉等。本席を、 マイズル・チンジュフに定められ、大港洋工部に編入。春行から間もない1940年10月15日、清水俊夫中佐は上風型駆逐艦4隻で編成された第29駆逐隊司令へ転任。久保田里市中佐が清水の後任として、国知里館長となった。1941年8月11日、国知里館長は、 久保田里市中佐から北村富夫中佐に交代する。久保田中佐は、特務官総や特務官長へ転任。後に、刑事二洋館名取官長として、同艦沈没時に戦死した。11月20日、国那しは、エトロフ島の短館湾に到着。南雲機動部隊の入港に備え、紹介にあたる。また演習と称して、同地の社内郵便局の通信事務を停止させた。 また11月22日から23日にかけて、機動部隊が、タンカン湾に到着すると、くなしりは、道湾の警戒任務に従事した。11月26日、南雲機動部隊は、タンカン湾を出撃、真珠湾に向かった。太平洋戦争開戦時、占い守る型3隻は、引き続き大港警備部隊に所属していた。占い守る型2隻は、 軍隊区分、津軽防備部隊として、津軽海峡の警備に従事。1942年1月8日、軍隊区分千島防備部隊に編入され、大港と千島列島間で行動。6月上旬以降、アリューシャン攻略作戦の支援に当たる。小ビの行動履歴と合致しない点はあるが、国知里副長であった佐原達夫によれば、国知里が北千島の前進根拠地に、 初めて入港した時在泊中だった、駆逐艦、小ビから、機関は何故本艦に敬礼、されざるやとの信号を受け、くなしり艦長が、我くなしりなりと返信を返すと、くなしりの艦長の方が階級が、上のため、小ヒ艦長が慌ててない過程で謝りに来たという。1942年7月1日、日本海軍は、艦艇類別等級を改正する。 従来の解剖官は、軍艦席から除席。格下げされて、官邸の解剖官となり、軍官、国尻から、解剖官、国尻へ改名及び類別変更。北村富雄中佐の役職も、国尻官庁から、国尻解剖官庁に変わった。同日付で本席を、舞鶴鎮主府に、駅務を、舞鶴鎮主府警備解剖官に、それぞれ定められる。 7月5日、アガッツ島付近で行動中のコビは、米潜水艦の雷撃で沈没、寺内三郎詳細下多数の乗組員が戦死した。8月31日、清水敏夫大佐は、第31駆逐隊司令へ転任。後日、駆逐艦高波沈没時に戦死した。11月19日、国知海防艦長は、北村富夫大佐から大田春夫中佐に交代する。 北村大佐は、旧油艦色を特務艦長に捕食され、同艦沈没時に戦死した。11月25日、国知りは、千島防備部隊は、新編された千島方面特別根拠地帯指揮下となる。12月15日、大田春雄中佐は大港防備隊副長の職務に戻る。公認の国知り解剖艦長は、川島義雄中佐。1943年上旬。 本艦は、北方部隊や千島防備部隊の両艦島とともに、バラムシル島方面で行動した。5月29日、アッツ島の日本軍守備隊は玉砕。6月下旬、家合作戦準備に伴い、第5艦隊司令長官、河瀬四郎中将は大港警備府司令長官、井上康雄中将に、国後型解剖艦の派遣を要請。指定された国後島は、 7月5日府で軍隊区分北方部隊に編入。けごー作戦に参加する。水雷部隊、補給隊に配され、特設運送船、日本岸指揮官指揮下で日本岸を護衛することになった。7月7日、水雷部隊はバラムシル島を出撃。だが諸条件が整わず、7月15日に第1次突入作戦は中止された。 作戦を中止した第一水雷戦隊に対する風当たりは強かった。第二次作戦でも、国知りは引き続き日本岸の護衛として参加した。7月22日夜、第五艦隊司令長官を加え、第一水雷戦隊司令官、木村正富少将指揮下の水雷部隊は、バラムシリを出撃する。7月23日から24日にかけて、農務のため数隻が後を落とした。 この中でくなしりのみ、電話連絡が途絶えた。七月二十四日、玉、長波、日本岸は、水雷部隊に合同したが、くなしりだけは依然として、行方不明だった。七月二十六日夕刻、水雷部隊は、日本丸から補給を実施し、戦闘から、日本岸阿武隈ま玉基礎大島風さみだれから、夕雲風雲周雲朝雲から、薄雲マイナス今日若葉初下長波の、 単純人を形成、各艦距離600から400メートル、速力11ノットで、夢中不評を栄光しながら航行していた。17時44分、夢中から出現したくなしりは、機関アブクマ農応中央部に衝突。艦主部を損傷したくなしりは、後進をかけ、アブクマとマとの間を通り抜けた。機関より、後続艦に電話連絡がなされたが、混乱は著しく、 単獣人候補にいた若葉と初島が衝突。初島は後進をかけたところ、長波の左限に衝突した。阿武熊、国知長波の損害は警備だったが、若葉は最大速力14ノットに低下、バラムシルに帰投した。第21駆逐隊司令、天野重高大佐は、島風に以上、第1系解体を指揮する。艦首を損傷した初島は、 27日から補給隊に配され、国知り解剖官長指揮下で日本岸の護衛に当たった。当時の阿武熊市警長は、事故直後の阿武熊間環境の様子を案に相違して司令官、参謀、官長以下全員が大きな声で冗談を言い合っていた。木村司令官と渋谷艦長の国知りも困ったことをしてくれたが、これだけの事故が起こるほどだから、霧の具合は申し分ないということだ。 結構なことではないか、なあ、艦長。司令官、これで役落としができましたなというやりとりを回想している。また、同艦士官室の黒板に書かれていた以下の教科を紹介している。銀銀ハエバイに下鼓打つ、主警長っと驚く苦肉な後尻のバウバウ艦首のこと、元、阿武隈マ主傾長海軍主警調佐、市川博之助。 キスカ日本海軍の栄光182ページ。この衝突事故と混乱のため、水雷部隊のキスカ島突入予定日は28日から29日に延期。本件を含め一連の遅延により、かえってアメリカ軍の意表をつくことになった。水雷部隊は7月29日に突入、キスカ島将兵の撤収成功。各隊は7月31日から8月1日にかけて、 バラムシル島に帰投した。作戦終了後の8月1日、千島方面特別根拠地帯に編入。8月2日、国知りは北方部隊編入を解かれ、再び戦団護衛任務に従事した。8月5日、日本海軍は北東方面艦隊を進編する。千島方面特別根拠地帯は千島方面根拠地帯に改編され、北東方面艦隊令下となる。 10月25日、国知り解剖艦長は、川島義尾中佐から大田交渉佐に交代した。1944年も、北東方面で、戦団護衛任務や、警戒任務に従事した。第5艦隊は8月上旬になり、内海西部に開港され、航空兵力も減少。1945年2月2日から27日まで、国知りは、大港で入居した。 4月、欧州情勢の選挙区により、オホーツク海での情勢も緊迫化。4月10日、日本海軍は、解防艦複数隻により、大港警備付近に、第104戦隊を進編した。軍隊区分警戒部隊に配され、八条解防艦長の指揮下で行動した。5月1日、国後護衛中の長和丸が、襟も岬南東で撃沈され、国後は、 対戦戦闘を行うが、戦火不明に終わった。終戦時は、北海道方面に所在。10月5日、帝国解剖艦席から除席。同月12日、帝国艦船特別輸送艦と呼称され、福音輸送に従事。12月1日、第2福音省の会長により、舞鶴地方福音局所管の特別輸送艦に定められる。 1946年6月4日、ビルマ方面からの福音兵を最後により輸送中に、静岡県お前崎付近で座礁。国汁を救援に来た特別輸送艦、上風も7日に座礁し、両艦とも放棄された。輸送中の便乗者は特別輸送艦、巨彩に異常し、裏側へと送られた。26日、特別輸送艦の定めを解かれる。十九日、 残無整理。8月から1947年7月にかけて解体された。清水俊夫中佐。1940年5月6日から1940年10月3日。清水俊夫中佐。館長1940年10月3日から1940年10月15日。久保田里市中佐。 1940年10月15日から1941年8月11日、北村富夫中佐、大佐。1941年8月11日、解剖官長1942年7月1日から1942年11月19日、大田春夫中佐。1942年11月19日から1942年12月15日。 川島吉尾中佐、1942年12月15日から1943年10月25日、大田高翔佐、第二福音官、1943年10月25日、官長1945年12月20日から1946年3月12日、堀之内吉尾第二福音官、第二福音事務官、 1946年3月12日から1946年4月8日、早川博正第二福音事務官、福音事務官、1946年4月8日、AB この数字は、特殊兵を含まない本来の官名表記は、国語。以下、国なしの表記部について、同じハット日露戦争時の露角喫線、アポロ号予算要求時の排水量。 実際には900トン型として設計され、300トン分の予算同計4隻分は、大和型戦艦に流用したとされる鶴見製鉄、造船株式会社は1940年10月、日本交換株式会社と合併。大港用工部は1941年11月20日、大港警備府に改組日本海防艦戦し、14ページには、昭和17年とある当時、 市川市警庁は夜食調理中で休憩のため上官判所在。同所で阿武熊と国尻の衝突を目撃。国尻座礁事故に関するカテゴリありがとうございます。